そうやってさ、これやってみたかった。そういう人はいないですけどね。あ、そうだよね、ごめんなさいね。あ、大丈夫です。いいですか、はい、これってさ、何グラムって言ったっけ。750でグラムの重さがかかったら、うん、このポイントが沈むようになって、ここにスイッチがついてるんです。おー、すごい。で、あれなんだよね、なんかそう、ここにコードを通して、ユニフォームを通して電気が。なるほど。これ持ち方とかあるんですか。持ち方とかは自由で。あ、自由。そう、こんな感じでいいですか。短く持った方が多分操作しやすい。でも戦うときは、長く持った方がリーチが有利になるから、遠くで試合のときは。はぁー。この短い方が操作はしやすいです。そういうことですか。だからこの勝負は短く持った方が。わかりました。ということで、じゃあ勝負を始めましょうかね。えで、そのルールがもともと何をするんだっけ。この剣で、この剣でこのボールを、このボールをつく、つく、でカチカチ音が鳴ったら、はい、カウントで、カウントでね、はい、でそれを私は初心者で今日初めてですので、1分間で何回カチカチできるか、うん、で姉さんは30秒でプロフェッショナルな方だからね、プロフェッショナルから30秒でっていう感じだよね。はい、やってみますか。じゃあいきます。はい、よーい、スタート。いや、これね、え、結構できましたね。私でもね、意外にクソ真面目にやったんだ、うん、あの規制発しましたけど、規制発しないとダメなの、私こういうのって。結構できてた。マジで、はい、マジで。なんかボールのリズムを掴んでいく。本当、はい、でもね、本当にクソ難しい。37回もできたんですか、うん、45秒で。で、私30秒ですよね。で、これマスクです。そうです。私今日初めてだからね。そうですね。人生初だよ。確かに。すっごい難しいし、結構力が入っちゃうね。あ、そうそうそう。すごい力が入っちゃう。すごいね。うわー、スリートだね、でもね。なるほどね。あ、そうやって自分でも簡単にできるようになってるよね。あー、かっこいい、かっこいい。よし、はい、いきますよー、はい、よーい、スタート。39回。嘘マジ。嘘でしょ。本当よ。すが39回。すが。で、私が37回だから、ちょっとギリだったけど。え、もっといったと思った。39回だった。マジか。うん、ギリギリ立ってんだよ。じゃあ、私もこれつけようか。つけます。うん、めっちゃつけてみたいな、せっかくだから。いい？はい、大丈夫です。うん、で、私、いいよね、49万円とかでね。大丈夫。嘘、マジか。悔しい。ちょっと焦っちゃったんだよな。あとね、揺れる。そう、揺れる。
顎からですね。頭からいったら入るか。最後顎をクイッて入れる感じ。入りました。入りました。あ、すごい、もうね、気持ちが違います。あ、角で見えます。じゃあね、いきます。よーい、はい、スタート。あ、全然見えない。ほら、全然見えない。ファイト。あ、見えない。あ、見えないのよ。何が見えないかというと、このね、マスク。はい、34回。これね、本当にマスクするだけで皆さんに言いたいんですけど、全然ダメです。全然違う。まずこの平行感覚がなくなる。言い方だけは切る。これはね、結構きついね。すごい内容。そうですね、難しかったです。でもさっきより確かに当たってる。全然ね、なんかこう、ここのその、何、あの、これの先とこの感覚がもうないの、全然。へー、うん、視覚がこのメッシュ感が長くのかしら。分かる。すっごい難しかった。長めでやってた方が、まだ全然クリアで良かったです。すごいね、やっぱりね、一筋縄ではいかないスポーツです。よし、2回目。よろしいですかね、これ。いきますよ、はい、よーい、スタート。はい、終了でーす。46回だって。ちょっと意識したでしょ。意識しました。意識しただろ、お前。もう剣をできるだけずらさないよ。さすがです。これね、本当にやらせていただいて思ったんですけど、なんていうのかな、これはあれですか、やっぱりこう熟年の、なんていうの、熟年の、あ、ごめんなさい、若いのは分かってるんですけど、やっぱりこのやってらっしゃる、このなんかこのスキルだけじゃないんですよね、この、その、なんていうのかしら、多分、なんか説明できない。多分あれですよね、これを初めて持ったし、これのこう長さとか、うんうんうん、このそれって長いのでちょっとずらすだけでこれが剣の位置、うん、先の位置が変わっちゃう。そうかも。でも手はこんだけしか変わらない。そうかも。そう。だからここなんか真ん中をついてるはずなのに、なぜかやっぱりこう違うところに行くみたいな。でもここのここは真ん中なの、うん、だけどここは違うっていう、うん、なんかおかしいな話っていうぐらいに、いや、これはすごいスポーツですね。動く相手にやるって、はぁ、すごいわ、素晴らしいです。すごいいい経験。でも本当にこのマスクをするかしないかって全然変わりました。うん、でも確かに慣れるまでは大変でした。選手の時は距離感もずれるし、どん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 見てる感じも全然違いますね。そういう意味では、うん、だよね。もうなんか多分どこに当たるか分かるでしょ、うん、ね。そうですね。どこに行けば。素晴らしいです。イエーイ。これがデルソルの。これがデルソルの。ああ、まあまあまあ。ほなみさんの勝負。こちらまで。またやるの？20秒。46回。30秒46回。すごくない？でもさっきよりめちゃくちゃ伸びてますよ。そうなんだ。なんかすごいこの人、闘志を燃やしてるんだろうなっていうのが横で見て思ってます。燃
負けすぎられたんで。さすがです。さすがスピーカー。これでもギネス登録今度狙ってちゃんとやってたらね。そうだよね。2分間で。なんか YouTube 見たんでしょ。あと20秒間で。20秒間。そう。なんかやってる人いましたけど、でもそれは回数ちゃんと数えてなかったか。あと種目が違くて、あ、そうなんだ。違う種目でやってたんで。また次回ちょっとやってみましょう。そうですね。ということでありがとうございました。はい、マスクをかぶった状態での視界で今ボールを打ってるんですけど、こんなに視界が難しいよ、見えにくいよっていうところでこの人たちは戦ってるのね。ありがとうございます。でもそうですね、こんな感じ。こんな感じです、うん、すごいよね。これであとは自分で今は多分この格子にピントが合ってるんですけど、うん、自分でこの黄色い球に、はいはいはい、焦点を合わせてる感じ。なるほどね。少しでもこう、なんだろう、自分の意識がマスクに行っちゃうと、こう格子がメインで なるほどね、見えちゃいます。なるほどね、素晴らしい、すごいです。はい、ありがとうございます。はい。